ラッコのブログプレゼンツラッコの話で暇つぶしということでこのラジオを私ラッコが皆さんの暇つぶしに寄り添うべくゆるっと話をするラジオですということでいやー皆さん梅雨入ってますねっていうオープニングをねまあもう結構やってると思うんですけど あの前にねその沖縄がね結構早めに梅雨入りしたという話をしましたでそこからあの断るごとにラジオの最初に「梅雨入りですね」とかね「梅雨に関するなんかワードから入ってく」っていうのをやってたんですけどあのー、最近ツイッター見ててですねあの驚いたのが「関東甲信梅雨入り」っていうやつです <laughs> あのー、え <laughs> あれと思って。 え、梅雨もう入ってんじゃないのみたいな <laughs> いなやあの沖縄の方が梅雨入りしたっていうのを見た後にその後にまた梅雨入りってのを見たんですよだからてっきり僕はあもうこれ日本全国梅雨入りしたんだなって思って話してたんですけどあれ <laughs> まさかの今頃梅雨入りですかみたいな。 ああれじゃあ今までの雨って何だったんだみたいなね感じで思ってますちょっとね恥ずかしいなーとか思いながら <laughs> いやー梅雨入りしてないのにずっと僕はねラジオで「梅雨入り梅雨入り」って言ってたんですよね、うん、だからこのラジオを聞いてねあーもう梅雨入ったんだと思ってねその会社の同僚学校の友達とかにね「梅雨さあ最近やだよね」とか言ってた方本当に申し訳ございません <laughs> ってことは 関東甲信ってことはまだ東北の方は梅雨入りしてないってことですかねうーんちょっとあのツイッターさん <laughs> 紛らわしいんでやめてくださいよほんとに <laughs> もうね「梅雨入り」っていうワードだけで動いちゃダメだなって思いましたねうーんどこどこが梅雨入りっていう情報をねちゃんと正確にねこう捉えなければいけないなってだからイーロン・マスクさんちょっとそこらへ、ね、んねうんちゃんとしてください 僕ねあのー、なんか調べ物する時とかってまあグーグルとかでねググったりするんですけどあのやっぱ天気とか交通情報とかってツイッターの方が早いし正確だなって思ってるんですよなのであのー、天気のこともねツイッター見ればわかるだろうみたいな感じで思ってたんですけどいやーちょっとダメだねうんやっぱ情報量が多いと,ちょっと と本当のねその情報を手に入れるっていうのがねなかなか難しくなるんでねちょっとこれからツイッターもちょっとなんか疑ってねかかんないといけないなって思いましたはいあとねこの前っていうかまあ最近なんですけど車をねこう走らせてましてであの坂道僕は下り坂であの信号待ちしてたんですよ でなんか右の方にこう誰かが歩いてるのが見えたんですよ。であのー、何だろうと思ってふってね右の方見たら歩道であのおじいちゃんがその自転車を押しながら坂登ってるんですけど何て言うんですかもうおじいちゃん多分背中曲がっちゃってて結構90度気味の背中の曲がり方。 であのー、自転車を押しててかごに杖が入ってるって感じなんですけどなんかねすごいプルプルしながらこう上がっているんですよゆっくりでプル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 こうハンドルがちょっと揺れながらでもうなんか90度に腰曲がっちゃってるんで前も見れないんでずーっとサドルを見てるんですよね <laughs> サドルを見ながらプルプルしながら坂道をね自転車を押して歩いてるんですけどちょっとね坂が急になるところがあるんですよ でそこの時めちゃめちゃもうねなんて言うんですかねスローみたいなスローで登ってるみたいなぐらいスピードが落ちましてあ大丈夫かなってで僕それ見てる間に信号が青になっちゃったんでまあ進んじゃったんですけどあの後どうなったんだろうなあのおじいちゃんと思って。 だから、もしかしたら、もう坂道に耐えきれずに、そのまま後ろに <laughs> 自転車乗ってバックで、なんかもう映画みたいな感じですよね。あー、誰か助けてーみたいな。後ろ向きにね、坂をね、ずっと下ってくみたいなね <laughs>。そんななってたらちょっと面白いなと思うんですけど。でも、腰がね、90度に曲がっちゃってるんで、なんで自転車に乗ろうと思ったのかなって。まあ、そこは個人の自由ですよ。あの自転車が好きで、昔から乗ってる。 人かもしれないんでね、うん、そこは何度も言えないんですけどまああれもしあのおじいちゃんが坂道とか自転車を下ってたらねちょっと心配になっちゃうんでね <laughs>、うん、まあ杖も乗っけてるということなんでね多分足腰悪いのかなとか思うんでちょっとあのおじいちゃんのね行方をねまた知りたいなとは思うんですけどね、うん、なかなかそういうのにもこう出会えないじゃないですか。 腰の90度に曲がったおじいちゃん見ましたかって言ってもね、なかなか会えないってこと結構ありますからね。うん、そのおじいちゃんにはもう、なんて言うんですか。まあ、健康に生きてほしいなと思います。はい。ということでね、まあ、ラコヒマシャープ21が始まりましたけども、えー、今回あれ、オープニングトークはと言いますと、えー、<laughs> この前なんですけど、あのー、某を店に行ったんですよ。買い物に。 でまあ、黄色がトレードマークのお店なんですよね。うん。で、まあ、もっとヒント出すと、まあ、変なペンギンがいますよね。うん。<laughs> 変なペンギンが、まあ、はびこってるというか、まあ、仕切ってますよね。うん。<laughs> え、歌歌はね、ふん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 。んドゥビ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 ドゥバドゥーン。サンキューナーっていう。<laughs> <laughs> サンキューなーってあそこめっちゃ耳に残りますよねうんまあその変なペンギンがいるお店に買い物に行ったんですよであのまあそこはね食品だったり雑貨だったり電化製品だったりまあいろいろ売ってるじゃないですかでまあ激安の殿堂みたいな感じ京安の殿堂かなって言われてるぐらいまあ皆さんこう結構行くじゃないですかで僕もあのその日はね食用品とまあちょっと日常品日用品をまあ 買おうと思っって行ったんですよでまあ僕最初食用品から見るんですけどまあ大体ね何ですかもう癖なんでしょうねまず野菜から見るんですよ。で野菜から見て魚コーナーちょっと見て肉屋コーナーに行くみたいな感じの流れがねこうセオリーなんですけどでまあそこの食,品食用品を大体カゴに入れた後にまあ今度ね日用品をこう見に行ったんですよ。 でまあ、欲しいのがね何個かあったんですけどまあその中の一つに「ノニオっていうあの商品がねありましてで皆さんね「ノニオって知ってますああのー、まあ、知らない方もいると思うのでちょっと説明させていただくとまあ口内殺菌、まあ、口の中を殺菌してまあ、口臭予防みたいなそんなだから何ていうあれに似てますよね「お口口口くちモンダミン」みたいなあれみたいな感じの商品なんですよ。 でそれがまあ使ってるんであのもうなくなってねあの新しいのが欲しいなと思って探してたんですよであの「そのノニオがあるようなコーナーに行ったわけなんですけど行ったら「まあノニオってたいそのプラスチック容器にこうちょっとね多めに入ってるみたいな感じの商品なんですけどあのそこのね変なペンギンのいるお店にはね詰め替え用が売ってたんですよ僕ね初めめてて詰め替えを見てあ 詰め替え用あるんだと思ってで、結構ね、感動しながらちょっと見てたんですよ。で、あのー、だいたい爪を、爪をめ, <laughs> め替え用って、まあ、洗剤とかでもあるんですけど、やっぱその、ちょっと多めに入ってるんですよね。普通の商品に比べると、ちょっと多めでお得用ですよ、みたいな感じで売ってることが多いんですよ。で、多分も、何をオの詰め替え用も多分、ちょっとお得用だったんですよ。で、あのー、とりあえずね、 詰替えよ用があるならちょっと買ってみようかなと思って多分お得だしみたいな感じでまあ籠に入れましてでまあその他の日用品も入れたんでまあレジに行こうと思ってねまあレジに行くわけですよ。 うん、だからそこで別に持ち逃げしてねダッシュで出口まで向かってもよかったんですけどね、まあ、そんなことしたらねまあ捕まってね、うん、のにおどころじゃないですからね、うん、留置所でね何もない生活が始まりますからね <laughs> それを嫌なんでねまあ普通にレジに向かいますでレジに向かうとなんかやっぱその変なペンギンのいるお店は結構その時間帯によっては結構混んでるわけですよ で、僕が行った時間帯結構混んでまして、もうレジにね、うん、3、4人ずつぐらいこう並んでるみたいな感じなんですよ。ちょっとあの新幹線事件思い出しますけどね、4人ずつぐらい並んでるっていうね。まあそんな感じで、レジに4人ずつぐらい並んでて、ああ、もうこれどこ並んでも一緒だなと思って、まあ僕並んだんですよ。で、僕の前の人がその、まあ、会計してる時まあちょっと多めの商品でね、結構待ってたんですけど、僕ね、 あのー、カゴの中に2リットルの,あの水が2本とあの500ミリのお茶が4本ぐらい入ってたんですよだからめちゃめちゃ重いんですよね、うん、カゴが <laughs> で、あのー、そういう時皆さんね、あのー、僕その何ていう買い物行く時って買いだめするタイプなんですよ何日か分をバッて買ってみたいな感じのタイプなんで1回の買い物って結構多いんですよ なのでいつもそうなんですけどあのー、買い物カゴが重すぎてちょっと持つところがねしなっちゃってるっていう <laughs> 感じのことが多いんですよだからいつもこれもしかしてあの一気にねこう上にねグッて手を引き上げたらボキッと折れるんじゃないかっていうぐらいしなってるんですよでもいつもねやっぱ折れたことないんですよねだから買い物カゴってすごいなんかよく考えられて作られてるんだなって あれプラスチックの素材じゃないですかプラスチックなのかなわかんない樹脂かもしれないんですけど、まあ、そういう感じのあのー、成分というか <laughs> 材料なのに折れにくいっていうのはすごいなと思って。 うんだからでもいつかねもしそこにあの2リットルの水をね2本足したら折れるんじゃないかなと思ってねいつもちょっとカゴの重さも気にしながら買い物してますはい <laughs> まあそれでそんなことは置いといてでまあ僕のレジの番がね来てねやっとかと思ってね重いカゴを持ち上げて台に乗せるじゃないですかで店員さんがピッピッピッってやってるじゃないですかでなんかあのレジ ピッピっってやってやる間商品ね多いと待ち時間長いじゃないですかあれ気まずいですよねなんか <laughs> なんかそのずっと手元を見てると、まあ、レジの人にプレッシャーをかけてるような形になっちゃうかなと思っていつも僕はなんか違うところを見たりとかねしてるんですけど、まあ、いつものようにねこうピッピーってやってるとなんか店員さんが「ノニオの詰め替え用ボトルを持った瞬間に なんかピッピッっていうのをやめてずっと「ノニオの商品の裏とか見てるんですよであれと思って <laughs> 何してんだろうもしかしてこの店員さんも「ノニオの詰め替えボトル初めて見たのかなとか思ってでもそれにしてはもう30秒以上ずっとこう見てるんですよでえそんな成分気になったっていうか「n o n 知らなかったのかなとかねいやでもそんなわけないか さすがにね仕事でこうレジ打ちしてるわけだからそんなねお客さんの商品見てねずっと待たせながら自分はね成分表を見せるなんてことはねありえないじゃないですか普通に考えたらなので何してんだろうなと思って店員さん見てたんですよ <laughs> ちょっと早くしてくんないかなみたいな感じの気持ちもありつつね見てたんですよそしたら「あのお客さん!」って言われたんですよで「あなんだろうな」と思って「はい」って言ったらあのこの商品なんですけど バーコーコドがないんですよみたいな感じで言われて嘘っつって見せられたら「本当だ」みたいな <laughs>「でしょ?」みたいなね <laughs> 感じでうんバーコードないのかえそんなことあるでもなんかスーパーとかって野菜とかの時ってそのバーコードがない場合があるじゃないですか。 そういう商品ってそのタッチパネルでピッピッってやれば出てくるんじゃないのかなとかね思いつつねうーんどうすればいいんですかねみたいな感じで言ってたらその「少々お待ちくださいね」って言ってレジの人が無線で「あのすいません」っつって「何よっていう商品なんですけどちょっとバーコードがついてないんですよみたいな感じで無線やってるんですよ。でその後に「今ちょっとあの他の人呼びましたので少々お待ちくださいね」って言われたんですよ。でその間 もももうレジの人も僕も棒立ちですよねうん何もすることがないしかも後ろも結構人が並んでるんですよで僕の後ろの人が結構ね何やってんだみたいな感じでこう覗き込んでるんですよねでその時にね僕ちょっと恥ずかしいなと思ったのがやっぱ「の」によって公衆ケア対策の商品じゃないですかで <laughs> 店員さんも結構ね声がでかくて「ノニオノニオ言ってるんですよちょっとね恥ずかしいなと思ってうん後ろの人もね気になってこう注目してるじゃないですかなのに「ノニオノニオが」って言うじゃないですかで「ノにオって公衆ケア対策商品じゃないですかめちゃめちゃ恥ずかしいんですよね <laughs> よりによって「ノニオみたいな <laughs> ヤクルトだったらわかりますよあのヤクルトにバーコードがないんですけどって大きい声で言われても後ろの人もね「あヤクルトか」ってなるじゃないですか でも、僕が今言われてるのはノニオですからね <laughs>。クソ恥ずかしいと思って。で、僕、まあ、マスクに帽子かぶってるスタイルでね、いつも買い物行くんで、あの、ちょっと帽子を深めにかぶりながらね <laughs>。ちょっとでもね、顔を隠しながら。嫌じゃないですか他の、あの、店舗とかね、買い物行った時に、その後ろに並んでる人がたまたまいて、あれあいつノニオのやつじゃねみたいな。 感じで言われ思われるのもね嫌なんでねうん顔を隠しつつ <laughs> 待ってたんですよそしたらあのまあその変なペンギンのいるお店によくあるあるなんですけどちょっとね位の上の人はまあスーツ姿というかワイシャツ姿みたいな男の人がいるじゃないですかでその人が来て「あでどうされましたか?」みたいな感じで言ってでレジの人が「 あのこのノニオっていう商品なんですけどバーコードがないんですって大きい声でまた言うじゃないですかで僕は恥ずかしいと思いながらね帽子をちょっと深めにかぶってこう待ってるんですよそしたらその男の人も「ああ n o n ね」みたいなまた大きい声で言うんですよその人もちょっとやめてくれよと思って <laughs> 勘弁してちょうよみたいな <laughs> もうちょいトーン下げてくれないみたいなね感じででその後男の人がそのバーなしのノニオを持って あ、じゃあちょっと確認してきますので少々お待ちくださいねって言って歩きながらのにを見て、のにをかーあーバーコードないのかみたいな感じでまた大きい声で一人ごと言ってるんですよ。で、後ろの人もね、あの、その人が持ってるのにをね、こう見ながらね、お、のにをかみたいな顔してるんですよ。ちょっともう勘弁してくれよと思ってもうこのまんま商品全部置いて、あの、逃げようかなと思った。逃げようかなって思うぐらいめっちゃ恥ずかしかったんですよ。 でまあ、恥ずかしいなと思いながら待ってたら、あのー、多分のにおコーナーに行ったんですよでその人が戻ってきたんですよで2つ詰め替え用ボトル持ってるんですねであの戻ってきて「あのー、こ,これ、あのー、商品あのバーコードついてるんだよ」って言ってレジの人が「ありがとうございます」って言って「お待たせしました」って言われてバーなしのノニを持ってそのワイシャツの人はねどっか行っちゃったんですよ。 で、その後にピッピッってやって、あのー、まあ、お会計して、まあ、恥ずかしかったなーって思いながら帰ったんですけど、うーん、すごくない。<laughs> あのー、バーコードなしの商品を一発当てっていう。これ、すごくないですか？多分、そのワイシャツの人、ノニオコーナーに行って、他の商品見たら、多分全部バーコードがついてたんですよねっていうことは、僕はバーコードなしの商品を。 取ったっていうわけなんですよ取って買おうとしてレジに向かったっていうこの確率やばくないですかこれね運がいいのか悪いのかノニオじゃなかったらねなんかラッキーみたいなのはまあラッキーってのも変ですけどまあちょっとすごい確率を当てたなって思うんですけど何にせよノニオですからねうんフフ <laughs> ケア対策商品ですからねうんちょっと恥ずかしかったなーって思う話でしたねうんだからまあ なんていうんですか <laughs> 運が良かったのかわかんないんですけど皆さんもねのにを買う際はねちょっとバーコードを確かめてからレジに行くことをお勧めします,す,す,しますということで一旦休憩ですラッコの話で暇つぶしはいメール届いてますラジオネームおぎライス。おいラッコバーコードがついてないなんてあんのかよそれにしてもすごい確率だなということではいそうなんですよね なんか僕その昔ね聞いたことがあった話なんですけどなんかやっぱりその機械とかがその印字とかするじゃないですかあの製造の段階でねだからそのバーコードなしだったり成分表の一部があのなくなってたりとかねする場合があるんですよやっぱり商品ってだからそういう場合ってまあそのなんか上からねこうシールを貼ったりとかねしたりして。 ししたりその商品をねまあ交換してもらえる店に持ってってここがないんですけどって言ったら交換してもらえるみたいなことをねまあ聞いたことがあったんですけど今までねそういうい経験全くなかったんでですよでも今回そのバーナシの商品を手に取ったということでねまあ初めての体験だったんですけどすすごいですよねだから僕そのバーナシの商品欲しいなって思っちゃいましたね <laughs>。 だからそのバーナシュン商品をまあ買ってまあ中身を使ってで洗って干して乾かしてあの部屋にね飾っておきたいなとかね <laughs> <laughs> だからまあ僕別に家とかに友達呼ぶことないんですけどあのもしね誰かがね部屋に来て「何これ?」みたいな「何をの詰め替え?」みたいなって言われたら「ああそうなんだよねこれちょっと何がなんか他の商品と違うか分かる?」みたいな。 ちょっとうざい質問ですよねうざい質問して、えー、な、わかんないな。わかんないな。マジか。みたいな <laughs>。見てみ。バーコードないんだよ。つって <laughs>。自慢できそうですよね、これね。くそくだらない自慢ですけどね。うん <laughs> まあまあまあ、そんな感じでね、ちょっと欲しいなと思ったんですけど、やっぱりああいうのって不良商品みたいな感じじゃないですか。 だから多分、売り物にできない商品だと思うので、非売品と言ってもいいんじゃないですかね、ああいう商品って。うん、珍しいと思うんでね。うん、できれば欲しかったんですよね。うん、くだらない自慢をするために欲しかったんですけど、まあ、今回はね、交換ということだったのでね。うん、だから本当に、皆さん本当に気をつけてほしいです。さっきもね、ちょっと噛みながら言ったんですけど、うん、ノニオとかそういうちょっとね、 おっきな声で言われたら恥ずかしいような商品を買うときはちょっとねバーコードとかねなんか不備がないかを確認してからカゴに入れるようにした方がいいかもしれません。はいということで続いてラジオネームはるかなる窓。ラ、え、コ、ー、さんこんばんは。前回のラジオ聞きましたがあれからカラスとはどうなりましたかということで <laughs> そうですねあのカラス <laughs> とどうなりましたかということなんですけどあのね あんまり僕の家には寄りつかなくなりましたねうんだから何て言うんですかそのいつもの電線昔ハトがいたけど最近はカラスに占領してされてますよっていう伝染あるじゃないですかまああそこね最近まあちょくちょくカラスも止まってるんですけどなんとねハトもね止まるようになったんですよ帰ってきたんですよ帰ってきたハト、うん、ウルトラマンみたいに言うなっていう感じなんですけどうん帰ってきましたよ徐々に だから最近朝とかね、プロポポーポープロポポーポーっていう声がね、聞こえ始めましたね。うん、だからちょっとはね、カラスも警戒して、僕を警戒して、距離を取り始めたからこそ、鳩が帰ってこれる余地が生まれたっていうことなんですけど、あの、この前ね、あの、カラスがね、外で泣いてまして、で、うるさいなぁと思ってね、ちょっと例のベランダに出たんですよ。 例のベランダに出たら、カラスが僕に気づいたんですよ。気づいた瞬間に飛んでったんですよね <laughs>。だから完全にもう敵扱いされて、うん、ちょっと危険人物だなっていうのをね、カラスに認識させることが多分できてるんですよね。だからこそ僕の姿を見た瞬間に飛び立っていったんですよ。で、あのー、僕のね、屋根の上にもあの来なくなりました。 でも、あの、他のね、ちょっと遠めの家の屋根とかでね、こう、戯れてる姿を見たんですけど、やっぱりね、うん、あの威嚇は正解だったかもしれません。だから、カラスからしても、やっぱり、エアーガン持った男がね <laughs>、威嚇射撃をしてくるみたいなね、まあそういうやべえやつっていう認識をさせられたと思うんでね、うん、これはプラスな方向なんじゃないかなって思ってます。うん、ただね、うん、どうなんですか 人にもね、危険人物扱いされてたら、ちょっとそれは嫌なんですけどね。まあ、カラスということなんでね。うん。あとね、そのカラストークアメ <laughs> トーークみたいな感じで、カラストークみたいな感じの話をするんですけど、あのー、おとといかなあのー、ちょっとね、仕事終わり、めちゃめちゃ眠かったんですよ。で、眠くて、もうなんか今日、家でね、ご飯作るのもね、なんかめんどくさいなーっていう日あるじゃないですか。で、 その日、まあ、眠くてめんどくさかったんでちょっとね久々にマックでも行こうかなと思って <coughs> あのマクドナルドねあの大阪の方はマクドね、うん、<laughs> バカにすぎすいませんねはいでねマックに行って、まあ、ドライブスルーなんですけど、まあ、ドライブスルーで買ってか買ってじゃねえやでドライブスルー行ったら結構ね車がこう並んでたんですよ まあ45台並んでたんですよねで僕はその後ろにこうつけて待ってたんですよで待っててあとねその注文するスピーカーのところまであと僕入れて3台ぐらいになった時にちょうどね僕の止まってたところの目の前が駐輪場になってたんですよで駐輪場になっててちょうどなんか JK3 人組ぐらいが自転車を止めに来たんですよで あのまあ僕がね JK をずっとね眺めてたらねそれは変態野郎になっちゃうんでね <laughs> ちょっとね違うところに目線を置きつつねこうああなんか女子高生いるなみたいな感じでね思ってたんですよでまあその JK3 人組がね自転車を止めてマックの店内にね入っていくんですよであのーあー行った行ったと思ってやっと目線をね自由にできるみたいな感じでね思ってたんですよであの駐輪場の自転車を見てたら でカラスが飛んできてとことこトコトコ歩きながらあの自転車の方にねこう歩いていくわけですよ。でちょっと自転車の下とかをねくぐりつつねそのさっきの JK の,の自転車に飛び乗ったんですよサドルに。でサドルに飛び乗っ 乗乗ったた後にカゴに今度飛び乗り始めたんですよでその JK の,の自転車のかごになんか入ってたんですよね袋かなんかが入っててそれをカラスがつつき始めたんですよ <laughs> つついてなんか中身を出そうとしてめっちゃくちばしで掴んで引っ張,引っ,張ってるんですよ。 で「おおんかやってんぞあいつ」と思って <laughs> カラスってすげえなーと思いながらこう見てたんですよねそしたら多分 JK は店内が混んでたのかなんなのか分かんないんですけど3人とも戻ってきたんですよ駐輪場にうんで <laughs> そしたらその JK がねカラスが自分たちの,その自転車のカゴを荒らしてる情景を見てねちょっと引き気味でね うわマジかカラスいるよみたいな感じでどうするみたいな感じでこうちょっと遠目から見てるんですよであの5秒ぐらいしてその中 JK の3人の中に1人のちょっと気,気の強そうなちょっと日焼けした JK がなんかちょっと怒ったような感じもうフンフンフンみたいな感じで歩いてカラスの方に歩いていくんですよそしたらカラスも「やべえ来た!」と思ってバーって逃げていったんですけど <laughs> <laughs> なんかねめっちゃ面白かったですよそのね気の強そうな女の子の歩き方も本当に絵に描いたようななんか怒ったような歩き方だったんですよなんかちょっと手をね横に広げてねちょっとガニ股気味でねフンフンフンみたいなちょっと肩でねこう風を切るような感じの歩き方で <laughs> <laughs> でカラスにそれビビって飛んでくっていうねうん <laughs> 結構ね面白かったですよなんで JK もね戻ってきたのか分かんないんですけどねちょっとなんかいいショートムービーを見たなみたいな感じでしたね僕はうーん <laughs> <laughs> そうまあそんなこともあったんでね、うん、最近カラス、まあ、カラスをねラジオでねピックアップしてるからかもしれないんですけど結構街中でもねカラス見るとね「あカラスだ」とかね結構カラスを見ることが多くなったんでうんまあこれからもね多分カラスの面白い生態をねこのラジオでね発信していけるかもしれないのでね皆さんもまたカラストークを <laughs> お楽しみにしていてください。ということで一旦休憩です。 ラッコの話で暇つぶしはい続いてはこちらのコーナーラッコはいということで、えー、このコーナーではあるお題に対してメールを募集しその中から一つグランプリを決めるというものですそして今回のお題は「こんな暇つぶしは嫌だグランプリ」です えー、こんな暇つぶしは嫌だなーというお題に対してのメールを募集したのでその中から厳選して5通を紹介していきたいと思います。はいということでねまあ皆さん暇つぶしって結構するじゃないですかもう携帯いじったりテレビ見たり漫画読んだり読書したりってねいろいろあると思うんですけどねその中でもねこんな暇つぶしは嫌だなっていうのをちょっとねあのメールをね頂い,いたので、えー、早速やっていきましょう。 はいそれではいきましょう「ラジオネーム夜のランチ」「夏に窓を開けて蚊が何匹入ってくるかを教える」「間違えた」<laughs>「もう一回いきます」「夏に窓を開けて蚊が何匹入ってくるかを数える」「うわこれは嫌ですね」いやめめちゃめちゃゃね噛んじゃって 噛んじゃうというレベルじゃなかったですね、今ね。うん <laughs>。数えるを教えるって言ってましたからね。結構やばいですけど、あの、やっぱり夏ってね、窓開けとくと蚊が入ってくるじゃないですか。もう今の時期からもう窓開けてると蚊が入ってきて、もう蚊もね、あの、僕たち人間を吸いに来てるわけなんですけどね。うん、ちょっと、まあ、これ嫌じゃないですか。一日中窓開けてて、何匹入ってくるかな。あ 一匹目のご来店ですみたいな感じで <laughs>。二匹目、三匹目つって,て、十匹目入りましたみたいなね。うーん。 今日はね、いい血が揃ってますよ、って。美味しい血ですよ、みたいな <laughs>。料金はなんと300円、みたいなね、感じで <laughs>。待ち構えればいいんですけど、それ終わった後ね、顔今度どうやってね、退治するかっていう問題になってきますからね。それで50匹とかね、家の中に入ってきたらね、どう退治する気なんですかね、この人は。後始末のこと考えてませんよね。 いやもしかしたらこの後始末も暇つぶしに入ってるっていう計算なんですかねそれだとしたらまあ、うん、変人だけど頭いいなって思いましたはい続いて、えー、ラジオネーム「宮古に住む宮古」朝から眠れるまで羊を数え続けるうわーこれは嫌ですねいや嫌というか面倒くさくないですか朝ってことは まあゆっくり夜寝て朝起きてそっから布団の中でよしじゃあ次眠れるまで羊を数えようみたいな感じで羊を数えるんですよもう全く眠くない状況からこれはきつい <laughs> 羊も何億匹数えられますかねこれね、うん、夜までに結構数えられそうですけど いやいやいや、羊を数えるんだったらもっと他のことに時間使うべきじゃないって思いますよね。うん、別に勉強するでもいいですし、自分の興味あることやるでもいいですし、うん、まあそれかね、YouTube 見るでもいいですしね、ラッコの暇つぶし、ラッコで暇つぶし聞くでもいいですしね、うん、もうそういうことにね、こう時間使ってほしいなって。羊を数えるだけで一日をね、潰そうっていうのはちょっと、うん、<laughs> やめた方がいいんじゃないかなって、まあそこは個人の自由ですけど、僕はね、そんなこと絶対し、 しないと思うんでねうーんちょっともうちょっとねいい暇つぶし方法をね考えてほしいなって思います、えー、続いてラジオネームおでんにコンソメラッコの話で暇つぶしをするおい <laughs> おいお前ふざけんなよおでんにコンソメお前 <laughs> <laughs> 何がラッコの話で暇つぶしをするだよ、まあ、バカ野郎 <laughs> 何が嫌なんだよおい言ってみろよ <laughs> いや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 確かにね、まあ、ラッコ暇のねラジオ聞いてね、あのー、つまんないって思う方も絶対いると思うんですけど <laughs> まあそれでもねあのつまんなくても、まあ、暇つぶしにはなるじゃないですか。 うん、まあちょっとクスッとね笑わせられたらね僕の勝ちですからね、うん、<laughs> ちょっとこれは聞き捨てにならないなーって。<laughs> <laughs> まあ、いつもね、おでんにコンソメさんはね、結構、あの、メールくださるのでね、まあ、ありがたいなって思います。はい。なんで皆さんもね、ラコ暇ね、聞いててね、あちょっと面白いなって思った方はね、友達にね、ちょっとね、なんかちょっとクスッと笑えるラジオあるんだよとかね、あの、ちょっと暇つぶしには持ってこいのラジオあるんだよ、つってね、YouTube のラッコのブログっていうやつのね、みたいなね、ちょっとそんな感じで宣伝してもらえるとね、あの、嬉しいなって思います。はい。続いて、ラジオネーム熊の姉さん。 暇すぎて何百回とクリアしたゲームをやり始めるうわーこれは嫌ですねなんか <laughs> まあ僕ねゲームまあ昔まあ小学校の頃とかはめっちゃやってたんですけどだんだんねもう高校生とかねまあ大人になってくごとになんかゲームができなくなってったんですよなんですかねまあアプリゲームとかもなんか例えばパズドラパズドラってめちゃめちゃ流行ってたんですよ 僕は高校生ぐらいの時かななめめちゃめちゃゃ流行っってててみんなやってたんやたですよで、みんな面白いっつってねこうやり込んで強くしていいキャラをね揃えてみたいな感じでやってたんですけどで僕もなんか勧められてねじゃあパズドラやってみるかみたいな感じでやったんですけどあのー、3日しか続かなかったんですよ。<laughs> <laughs> 3日しか続かなくて、うーん、全然もうチュートリアルちょっとやって、まあちょっとプレイして終わったみたいなね、感じでアプリゲームとかも全然続かなくて、で、大人になってね、昔ハマってたメタルギアの4っていうのを買いまして、結構ね、4って面白いんですよ。面白いんですけど、あの、やっぱね、全然続かないんですよね。 昔やってた時はめちゃめちゃもう早くやりたい早くやりたいみたいな感じであの思ってたんですけど大人になるとねなんか全然ゲームができなくなっちゃいましたねうんだからねやってもねあのアイデンティティって僕昔 YouTube でねちょっとだけゲーム配信みたいな感じでやったことがあるんですけどアイデンティティはねめちゃめちゃハマってましたねあれはね半年近くハマってでも休みの日はもう何十時間ってやるぐらい はまっててでその後一回熱が冷めてもまたどっかでちょっと久々やってみようかなって言ったらまた熱にはまってみたいなだからちょく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 こうやってるゲームなんですよね、まあ、最近はちょっとやれてないんですけどでもちょくちょくこう思い出したらやって面白いなとかね新ステージがなんか更新されてるなとかねそういうのまあ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 面白いんですよかなり。 だから、まあ、ここで、ね、話すと、ね、長くなっちゃうんで、まあ、気になった方は、ね、プレイしてみるもよし僕の、ね、過去の YouTube をさかのぼってその配信を見てみるもよしっていう感じですね。はいえー、ラスト、ラジオネームスリルしか勝たん全財産を握りしめギャンブル場を徘徊い,いやーこれは嫌ですねー。 いやーもちろんね、そのギャンブルをやることに関しては別にいいんじゃないですかって、その人が楽しめてればいいんじゃないですかっていう感じなんですけど、全財産を握りしめてギャンブル上を徘徊ですよ。これはちょっと危ない危険思考。<laughs> これはもう完全にギャンブル中毒。ギャル中ですね。<laughs> ギャルチュってないやねん, <laughs> なんか他の意味にもね聞こえてきそうなんですけどあのやっぱりそのねかけ事ですしお金もいっぱいかけ,かけちゃうものなのでなんかねそこはちょっとセーブしてね全財産の3分の1を握りしめだったら僕もねあ頑張ってねいい暇つぶしだなとか思うんですけどうんちょっと全財産はやりすぎかなって思います。 まあ僕自身はね、ギャンブル全然やったことないんですよね。うん、だからパチンコとかも、なんか、先輩に連れられて行ったことはあるんですけど、僕、打ったことないんですよ、パチンコのとこで。ゲームセンターとかのパチンコはちょっとやったことあるんですけど、別にそこまでね、面白いと感じないのでね、別にパチンコ屋行って、パチンコ屋やろうとはね、思わないんですよ。でもやっぱりパチンコって、なんですか、結構やってる人多くて、みんなね、そのパチンコやってるってだけで、結構話盛り上がったりしてるんですよ。 なのでまあ人生経験的には、まあ、やってもいいのかなって思うんですけどやっぱ僕はなんかゲー,、まあ、ゲーセンとは違うかもしれないんですけどゲーセンでやった感じよくわかんないしうんなんか何が楽しいのかもねちょっとあんまりわかんなかったんで僕は向いてないのかなって思ったんですけどねうんパチンコをやる皆さんはねちょっと <laughs> お金の管理に気をつけながらあの球、ー、を打ってくださいねうん。 もうお金なんて関係ねえもうこれで儲けてやるみたいな感じでね売 <laughs> っちゃうともしかしたらね往存する可能性があるんでねそこはちょっと気をつけてほしいなって思いますはいということで以上5作品が揃いましたそれでは結果発表に参りたいと思います、えー、それでは行きましょう今回のラッコワングランプリはラジオネームスリルしか勝たん 全財産をを握りししめめギャンブル場でしたおめでとうございます、はい、いややっぱり先ほど言ったようにね全財産っていうところは僕引っかかりましたからねうんこれやっぱりまあ家族とかね配偶者がいる方は配偶者にねそのギャンブル中毒だった場合はちょっとねお金の管理を任せるとかね独身だった場合は もう自精神ですよね友達に止めてもらうとかねそういうことをするしかないとは思うんですけどうーんなんかねちょっと <laughs> そういうギャンブルでね全財産を握りしめっていうのはやめた方がいいんじゃないかなって思いましたということで一旦休憩ですはい続いてはゲストコーナー今回は白ひげ海賊団2番隊隊長秘訣のエースさんにお越しいただきましたそれではどうぞ おいルフィいやーあの僕ルフィじゃないんですけどまあねえ被験のエさんね今死んでらっしゃるということなんですけどそうだな俺は死んでるぜいやーうん <laughs> 死んでる人のテンションじゃないんだけどな、えー、ちょっとつかぬことをお聞きしますけどなんで死んだんですかまあ頂上検証っていうやつに巻き込まれたな 海軍に捕まったんだそしてあのマグマ野郎に殺されたはいそうなんですねちょっとなんか声が違うような気がするんですけどねうーんそれは気のせいですかルフィ <laughs> いやいやいやだからその声も違うんですよルフィいやそれも違うんですよルフィいやそれも全然違ういやエースっていうのは 結構そののねかっこいい感じのキャラなんですよやっぱり兄貴っていうなんか兄貴分みたいな感じのねなんかちょっとスマートな感じうーん <laughs> なのにルフィーなんて言われてもねちょっと僕も困っちゃいますよまあそうかニュアンスだけでも合ってればエースをできると思ったんだけどなまあまあまあモノマネってそういうニュアンスみたいなところもありますからねじゃあそろそろエンマ様が呼んでるから行くわ じゃあいやいやいやエンマ様って天国じゃないじゃん地獄やんそれ <laughs> 地獄行ってるやん <laughs> いやーまあねその <laughs> ちょっとひどかったですね <laughs> ひどかったですね <laughs> はーいぼやみー <laughs> いやーこれはねあのやっぱりものまねをね被らないようにやろうって思って毎回ねものまねコーナーやってるんですけど あーちょっとレパートリーも尽きてきて、挑戦とかも結構前からやってるんですよ。キノピオとかね、あれ挑戦ですからね。うん。<laughs> それでね、あのー、誰しようか、誰しようかなと思ってて、あの、やっぱエースがね、思い浮かんるんですよ。で、エースだったら、なんかちょっとだけごまかしていけるんじゃないかなって思ってやってみたんですけど、やっぱね、いざやってみると全然ダメですね。うん。しかも、あの、掛け合いじゃないですか、いつも。モノマネ、 で、僕、モノマネ僕、みたいな感じなんで、声を変えなきゃいけない。そこで、エースの定まってないチューニングが一回一回外れるんですよ <laughs>。その結果、あの、ひどいことになるっていう感じなんですよね。うん、だからね、どうしようかな。 うんでもね、モノマネなんてね、そんなすぐにね、習得できるものではないと思うんでね。まあ、ちょっと掛け合いでね、面白さを出していけたらいいなと思ってるんですけど、クオリティに関しては皆さんね、ちょっと耳を塞ぎながら聞いてください。ちょっとなんか聞こえるなぐらいで。<laughs> このね、コーナーだけ、ちょっと耳をね、ちょっとだけ塞いで、うん、なんか聞こえるなぐらい。それぐらいがちょうどいいのかもしれません。ということで、一旦休憩です。 ラッコの話で暇つぶしはい、ということで、えー、エンディングも近いということで少しここでお知らせを挟みたいと思います、えー、今のところこのメールは全て私ラッコが考えていますがもしラジオメールを送りたいと思った方はコメント欄にラジオメールと送りたい内容を書いてください、えー、ラジオネームが書いてない場合は普通のコメントとしてカウントするので、えー、必ずラジオネームを忘れないようにしてくださいそして次回のコーナーは こんな学校の校則は嫌だグランプリですえー、こんな校則あったら嫌だなっていうことをコメント欄に書いてもらえると採用された方は次回のラジオで使いたいと思いますなので是非気軽に送ってきてくださいコメントを待ってますはいということでエンディングですいやー今日もね使いたいと思いますわねまあまあちょっと危なげあったけど言えたって感じですねうーんとていうかね今日はね なんかちょっと滑舌がねいつもよりはいいい気がしますいつもよりは噛んでる回数が少ない気がするんでねちょっと調子いい日なのかなとかね思ってるんですけどあのー、まあエンディングなんですけどそのなんか最近ねまたその車をね走らしてたっていう話なんですよあおじいちゃんの橋じゃないですよ、あのー、腰がね90度に曲がったおじいちゃんの話じゃないですよはいあまた違う道を走ってた時なんですけど、あのー、走ってましたらちょっとなんか車が あのー、スピードを収めてるんですよ前の車がでなんでと思って <laughs> これ何ていうんですかねまあ3 4 0キロ道路で20キロで走ってるみたいな感覚ですよでなんかなんてこんな遅く走ってんだろうなと思ったんですよであのー、ちょっと走ってたらなんか右斜め前に車が止まってるのが見えたんですよであ 車止まってて、まあ、道もそんな狭,狭いから、まあ、広くないからなんかスピード落としてるのかなって思って納得したんですよで進んでいってその止まってる車が僕の右ぐらいに来た時にパッて見たらあのその車ねあのなんて言うんですか四角いなんか前におじいちゃんが鍵の開かないおじいちゃん車の鍵が開かないおじいちゃんみたいな話した時に話したような車なんですよあの四角い車でちょっとお年寄りが乗ってそうな車 ああるじゃないですか K の、ね、あれの緑バージョンみたいなのが遠に思いっきり突っ込んでるんんでですよ <laughs> 突っ込んで斜めから突っ込んでもうね前車を前から見たらタイヤとタイヤの間にまあナンバーあるじゃないですかあのナンバーらへんがちょうど縁石にもうガチャって乗っかっちゃってる状態で止まってたんですよ <laughs> あれ,あれみたいなねうん感じで。 なんかすごいなってなんかすごい何て言う電柱に当たったとかそういう感じだったらまあなんか悲惨な事故だなとかね思うじゃないですかでもその車はね縁石で下がねちょっと乗り上げちゃってるぐらいなんですよだから別にそんなね大した多分怪我もないですしなんか大した損傷もしてないと思うんですけど <laughs> 多分動けなくなっちゃって多分タイヤが乗り上げてるんであの回んなくてね多分抜け出せないのかなのか分かんないんですけどもうその状態でずっと止まって多分警察待ってるんでしょうねで <laughs> なんか大変だなとか思いつつで僕コンビニに行く用事があったんでコンビニ行ったんですよでコンビニ行ってで帰り途中またねその同じ道を通るわけですで同じ道を通って帰るんですけどあのまたねあの車がどうなってるかって気になるじゃないですか だから、見ながらこう運転してたんですよ。そしたら、まだね、縁石に乗り上げた車がね、あるんですよ。で、あのー、警察とかも来てなくて、あれと思って、あれから結構時間経ってるけどな、みたいな。だから多分、運転手、パニックってどうしようかね、迷っちゃってるのかな、とかね、思いつつ、で、それを横目にね、あのー、直進してたわけですよ。直進してったら、あのなんかね、バス停みたいなのがあるんですよ。バス停みたいなところがあって、 おばちゃんみたいな人がなんか犬の散歩をしててなんかバス停でバスを待ってるみたいな素振りなんですけどあのね首はその縁石に乗り上げた車の方をチラッチラッてもう3秒ごとにチラッチラッみたいな。 <laughs> だからはから見たらバス,バスを待ってるおばさんを装ってますけど実はその車が気になる野じ馬っていうね僕はそこ見抜きましたからね <laughs> あれは野じ馬だなだってよく考えたらバス散歩中にねバスにペットを連れて乗,乗っていこうって思わないじゃないですかだってペットの散歩ですからペットの散歩なのにバス乗ったら意味ないじゃないですか <laughs> だから結局あれはフェイクだったんですよね。で僕はそれを見抜いてねあのおばちゃんやじ馬だろうなと思いながらね、うん、<laughs> まあ帰ったわけなんですけどねあの車どうなったのか、うん、もうちょっと僕には分かりませんけどね本当はねあの近くに停めてちょっと様子を伺うでもよかったんですけどね、うん、ちょっとこれはオープニングトークにもなりづらいと思う。 話なんで、うん、これちょっとサクッと話す系だなと思ってそのまま帰ったわけなんですけど。 うん、下手したら僕もねバス停でおばちゃんと一緒にね野獣馬してた可能性もありますからね <laughs> おばさん実はあなたバス待ってませんよねみたいなね感じで僕もちょっとあの車気になるんですよみたいなね、うん、<laughs> そういうトークもあったかもしれないんですけどね、うん、<laughs> ちょっとエンディングに話すにはねちょっとまあ車で通り過ぎたぐらいの話がいいのかなと思って、えー、話しましたはいということでね、まあ、ちょっとエンディングもちょっと長くなっちゃったんでね今日はこの辺で終わりたいと思います、えー えー、このラジオは全国200ネットでやっておりますえー、YouTube とスプーンでやってるんですけど YouTube の方はチャンネル登録高評価コメントそしてスプーンで聴いてる方はフォローハートコメントをよろしくお願いしますということでね、えー、今回もいろいろ話してきましたけどまあカラストークもねまたお楽しみにしておいてくださいということで、ねえー、また次回もやると思うので是非その際は聞いてみてくださいということでじゃいじゃい